亜酸化炭素とは、3個の炭素と2個の酸素が4つの集積二重結合をもって連なったくむれん、型化合物である。次酸化炭素、二酸化三炭素とも呼ばれる。常温、常圧では、無色の気体で強い刺激臭を有する。有毒であり、二硫化炭素などの溶媒に溶解する。また、炭素の酸化物のうち炭素の数が、酸素の数よりも多いものを総称して、 ア酸化炭素と呼ぶこともある。ベンジャミン・コリンズ・ブロディは一酸化炭素に電流を流すことによってこの物質を発見し、マルセラン・ベルテロはア酸化炭素と名付けた。また、オットーディールスは、ジカルボニルメタン、ジオキサレンという名称も正しいと述べている。ア酸化炭素は、13か4リンとマロン酸、またはマロン酸のエステルとの乾燥混合物を加熱することで合成される。 このように、アサンカ炭素は、マロン酸を脱水した化合物とみなすこともでき、無水マロン酸とも呼ばれる。アサンカ炭素は光によって容易に反応し、赤や秋、紫など、多様な色の10号体を生じる。1969年には、火星表面の赤色は、アサンカ炭素の10号体に由来するとの説も提唱されたが、その後の探査でこの仮説は否定され、 火星の色は酸化鉄によるものだと結論づけられている。ありがとうございます。